です。はじめまして。大杉さん。あ、こっちの画質がいいね。本当になんか画質違う。めっちゃ明るくない？なんか明るいね。明る。え、これ iPhone？ そうです、 iPhone14 です。あ、うん、え、去年？え、どういうこと？去年の14。そう、もうちょっとで15出るよね。でも携帯変えたのは先月とかかな。あ、めっちゃ最近じゃん。前のなんか急に壊れた、なんかすっごい変な壊れ方した。初めてね、縦線になったの。縦線？携帯にビーって。あ、ほうほう。そう、そしたらさ、うん、もうイベント、うん、続いてたから早く携帯会社行かなきゃと思って、あ、ものの1分で20万近く飛んでったからね。携帯高くない？びっくりしちゃった。高いよ。高いよね。高いよ。びっくりしたよ。でも私これテイスで2018年の機種なの、うん、2019年買ったんだけど、うん、もう5年くらいだから、もう次一番高いのに買う。そうだよね。で、でも7だったの、うん、iPhone7。 おお、いや11か。7-11ってきたんだ。あ、7-11-14なったんだ。あ、なるほどね。何の？10S。 あ、10か。 S。 10S。 こだわりね。 S。 こだわりね。はい、うん、14じゃなくて14。いいね。え、14か正しいの14。14は正しい。だって11で言ったじゃん。11って言ってなかったじゃん。確かに。でも iPhone14 って言うくない？多分だんだんみんな、あの、日本人は英語が苦手だからか。うん、そう、そうなのかな。無意識にそうだったのかな。わかんないけど。だって iPhone8 とか言わないじゃん。え、iPhone8？ うん、確かにね。 iPhone9 も言わなくない？ 6S って言うじゃん。 6S で言わないじゃん。確かに、うん、むず。本当は英語の読み方だけど、だんだんみんな読み方わかんなくなっちゃって。そうだね、わかんないかも。だんだん、うん、だんだんそうなってきたっていう。9がなかった。そう、9がなかった。あ、9なかったの？うん、あれ、そうなんだ。海外で9という数字あんまり良くない。うん、4と9が良くない。4はあったの。4と9じゃないの？だってあんま良くないって言われてんのって。4は iPhone4 あった？だってホテルとかも4と9なくない？何が 4？ でも4階どうしてんだろう。4階。4あった。4あった。4あったんだ。4は多分、幸せ。え、あ、せーのじゃなくて、レナ4が一番好きだよ。死後の世界の死と同じ4じゃん。うん、4を、だから死とちょっと、あの、同じ読み方だから。うん、でもこれって、うん、アメリカとか4、あ、でもどうだ。でも4ってほら幸せっていう意味もあるから、ね、9は苦しいとかさ、あんま良くない方向にしかなくない？そっか、確かに。え、だから4じゃない、9は。確かホテルないんだよ、番号いいところは。ん？だから309号室とかないのよ。308で3010に飛ぶの。そう、そうって聞いたよ私は。さあどうですか、大人の皆さん。大人の皆さん、私まだ子供だからわかんない。いや、でも確かに13出たのに、私も今同じこと思ってて。どういうこと、どういうこと。13も良くないの？ずっと、うん、そうなんだ。うん、なんで13の金曜日。あ、本当に今来た、ちょうど。怖っ。なんでだろう。13の金曜日の初めて聞いたよ。本当？うん、知らなかった。なんかブラックなんちゃらかんちゃらって、なんかちょっとそういう名前なかったっけ。ほら、キュアポンさんの言う通りだって。いや、22歳どう考えても皆さんより若くないですか？いや、学生の皆さんには叶いませんけどね。でも待って、その通りだった。人生の先輩ですから。それ確かに。22なんて子供でしょ。22以下の方いらっしゃいます？中にはいらっしゃると思う。今日土曜日だからさ、うん、まあ、学校も休みでしょ。確かにね。びっくりよ。確かにね。あ、映画の話か。あ、そうなんだ。
あ、まさに17歳って言ってるの。あ、そうだった。あ、ね、そういう子ね。知らなかった。ねえ、今バカにし、ねえ、なんでさ、アイドルってさ、そういう感じなんだろうね。なんかね、自分で言い出したの？二十歳の頃にチーム変わって、うん、新しいチーム入ったのね、うん、新しいの、体制があって、二十歳でチームの最年長になっちゃったの。それはちょっと大変だね。そう、確かに。それ17って言い出したの？ちょっとダメだよ、ちょっと作戦ミスだよそれ。そうだよ、それ違う、20歳で最年長だったんだら、もう最年長らしくかっこよくいけばよかったんだよ。で、次のチームになった時に絶対3年長じゃなくなるから可愛いに展開すればよかったんだよ。うわ、失敗しました、この子失敗しました。ねえ、最年長は最高の武器ですから、使わない。でも逃げちゃダメだよ最年長から。当時聞いても、私当時嫌だったね。下から2番目後輩なの。あー、複雑、しか年齢関係ないもんね。遅かった、18、19。でもほぼ同期だよね、2015年、うん、2015。あれ、あと同じぐらいだよね。うちのオーディションが長く伸びちゃったのね。だからちょっと最新オーディション一緒だった。そうだよね。あ、そうだ、 AKB 新聞同じページだった。ウェイ、そう、本当は一緒だったけど、うん、オーディションが長くなっちゃって。そうだそうだ、で決まらなかったんだもんね。決まってなかったもん。そうで、そう、めっちゃ長くなっちゃって、結局お披露目、デビューしたのが12月だった、うん、で、紅白、そう、AKB 紅白。そうだよね。そう、だから、あ、セッピーさんです。パーカッションのセッピーさん、はい、はい、はい。あ、そっか、ダメなのか。バンしないでください。しないでください、すみません、一瞬だけでください。セーフ、セーフ。すいません。そう、グループルールがね、すいません、すいません、うん、そう、何の話。そう、15の12月デビューした。夏頃デビュー。そう、夏だったね。デビューはでも正式的には1年後じゃないかな。デビューの正式って劇場のこと、シングルとか。そうなんだよね。そうだ、なんかレーベルがついたらデビューみたいなさ。だソニーさんだったから、ソニー決定が新潟での総選挙の時に発表されたから。あお、だからね、ってことは夏、そんなに遅かったっけ。長袖だったね。青春時計っていつ頃だったっけ、うん、いつ頃ですか。暑すぎなかったっけ。春じゃない、春だな多分。じゃあ本当にほぼ一緒。そうだって、紅白が初めてのステージ。うん、でも確かにね、48全体のイベントに初めて出たのは私たちも紅白だったの。あ、 その時ほら7人しか出なかったって言った話したじゃん。あ、神セブンね、一応ね。もっとね。一瞬にして消えたけど。新潟の神セブン。さすが、すごすぎる。そう、ほぼ同期、ほぼ同期、うん。オーディションも、オーディションの発表はこっちが先だった。めっちゃ長かったから、2012年。あ、そう、発表されたのそっちが早かったよね。2010… それがもう始まってたもん。でもオーディション発表されて、応募は2014の12月に発表されて、応募が2014の5月か6月くらい。よく覚えてるね。あの、ちょうどあのセンター試験終わったくらいの時期だから。えな、部活終わってすぐだったな。野球部引退したから、あれな、オーディション受けれたんだもん。引退、そう、負けて。ああ、なるほど、ね、私陸上もね、2週間だけ陸上部だったんだけど、県大会の出場権もらえたの、成績的にね、うん、で、その県大会の日とアイドルの最終オーディションが同じ日で、そこで学校に打ち明けて、実は受けてるんですってやった時に、なんか学校からしたらね、久しぶりの県大会出場の生徒だったから出てほしいと。でもあなたの人生だから好きな方選んでいいよって言って、じゃあアイドル行ってきまーす。でもさ、これで受かったからよかったけどさ、落ちた時すごい申し訳ない気持ちになってたよね。確かにそうなるね。っていうのはちょっと思い出深いかな。そうなるね。あら、まあ青春時計4月12だって。あ、やっぱ春だ。春だった、うん。ってことは MV 撮影とか 2月頃くらい、1月2月頃くらいで。寒かった記憶だな、確か。どうだったっけな、じゃあ同じくらいか。私12月デビューしたけど、1回帰って正式入ったのが2月頃くらい。あ、そうなの。本当にほぼ生チャリンのアイカツいいなって思って見てたんだから。
ありがとう。アイカツコラボいいなって私はアイカツ、うん、アイカツって思ってて、マジあれアイカツやっとるやんと思って、ね、あの衣装めっちゃ可愛かったもん。めっちゃ可愛かった、ね、ピンクめっちゃ可愛かった。ピンク赤かったな自分も、ね、赤かった。今じゃちょっと無理難しい。先生優しい、いい先生ね、めちゃめちゃいい先生。いい先生。え、でも私も危なかった。なんで？いつも卒業式、うん、が土曜日だったのね、いつも、うんうん、で私の代から、うん、分けてて、その中学もついてる学校だから、うん、中学、うんうん、高校、高校も南部分けて、へー、で私は日曜日の夜だになったのね。いつもみんな全体、うん、土曜日の夜だったのに、うん、私の代から分けてて、うん、土曜日の夜はオーディションだった。だからマジで運が良くてじゃなかったら卒業式と被っちゃうのね、うん、卒業式選んでたってこと？え、どういうこと、どういうこと、何？え、普段その学校の卒業式が土曜日の夜、うん、はい、土曜日の夜に卒業式ですね。そう、うん、で、私の代からなのかだけか分けてて、うんうん、南部分けてて、うん、で、私は日曜日の夜になったのね、うん、で、その土曜日の夜がオーディションだった、うん、ってことはもしその土曜日の夜に卒業式だったら、そうそうそう、マチャリはオーディションに行ってなかったってこと？行ってなかったか卒業式参加してなかった。あ、迷っちゃってたってことね。だから日曜日になったからもう迷わずオーディションに臨めたってこと。うん、迷わず、かぶってないから、かぶってなかったから。いや、選択は大事だよね。そうなの、でもかぶったらどうしてた？もしかぶってたらどうしてた？オーディションかな。あ、やっぱりそっか。卒業式、めっちゃ申し訳ない話するよ、うん、いいよ。卒業式あまり記憶にない。あ、でもそんなもんでしょ。あまりす、なかったから、うん、ちょっとね申し訳ない。卒業式でもまだ記憶あるよね。うん、高校の、うん、うん、あるあるある。だって今 22?22 だよ。わー、何年でも言うて8年、あ、違う、4年前とかか。じゃあちょうど今アイドルと声優が半々になった。うん、年数的にね。なるほど。あ、そうなんだ。うん、あ、ちょうど高校卒業したタイミングでこっちに出てきたから。あ、はん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 。なるほどね。半々か。でもね、ゆなちゃんの歌声ね、マジで好き。あ、ありがとう。え、マジって。うん、好き。歌声褒めてくれた。え、マジで。ありがとうございます。同じこと3回同じこと告白されちゃった。みんなどうしよう。え、マジでめちゃめちゃもう本当に感動する。ありがとう。のと最後のセリフ泣きながら喋る。あ、さすが声優さん違うな。マジで、マジで好き。ありがとうございます。この後もね、18時からあります。そして明日もね、2公演ございますので、うん、ぜひ皆さん来てください。お待ちしております。 あと30分後に会場だから。あ、そうなんだ。そうだよ、17時に会場だから。だからもしかしたら近くで見てるかしら。あ、うんうん、近くにいる。近くにいる。あ、そう、さっきね、私寄せ書き今あるじゃん、入り口の階段のところに。あの、私メッセージ書いてきたから。ええメッセージってメッセージじゃないけどね。皆さんぜひ、あの、感想とか書いてください。え、じゃ望む前に書いて、望んだ、あの、公演を見た後にまた感想、何回書いてもいいですから、ぜひぜひいっぱい感想書いてください。読みますので、我々、うん、読みます。お願いします。読みます。はい、あ、そうなんだ。そうそうそう、書いた。あれ、私たちへのメッセージのポスターじゃん、うん、自分で書いたんだ。いや、なんかありがとうって書いてあったから、どういたしましてって書いてきた。返事したって。え、あ、でも、あ、ちゃんとレナって書いた。あ、そう、バイレナって書いた。ポッポンじゃない、さすがに。あ、よかったよかっ た, かった。ありがとうとか、どういたしましてって書いてあげたよ。あ、よかっ た, かった。ちゃんと読んでるよって。よかったよかった。そうそう、私のファンクラブで今送ったの。あー、素敵。返事してあげたって。素敵。あれ、あの、バイレナって書いてなかったら、うん、誰。まあ確かに誰だよね。誰誰それはなっちゃうのね。あー、昨日メッセージ書きました。どうぞ、私のメッセージ取ってください。そしていっぱいね、ハッシュタグ海かのでつぶやいてください。つぶやいてください。お願いします。見ます。ウィース。うん。
ミヤス。ミス。あ、ナミさんだ。あ、大丈夫です、大丈夫です。全然大丈夫です。すいません。すいません。美しいナミさんです。めちゃ本当に美しい。いつも美しい。本当に綺麗。可愛い。あ、アルヒさんだ。アルヒさん、お疲れ様。あ、配信中です。可愛い。キャワウィー。可愛い。我々も準備しなくてはなりませんから。あ、今練習しない。あ、しない。びっくりしました。では配信切ろうかな。切る。もうそろそろ準備しないといけませんで。オッケー。じゃあランキング呼ぶんだよね。呼ばないんですか。あ、呼ぶ。はい、呼びな。あ、はい、えら呼ばなきゃダメ。みんないいよね。大丈夫そう。いいよね。じゃあ呼びます。すいません。チャリンのファンの方を呼びましょう。呼びます。はい、13位からいきます。13位はケイさんです。12位はグリーンウェールさんです。11位はアカシアさんまさんです。お、さんまさん。本当ですか。絶対嘘。絶対嘘だから。さんまさん。さんまさん。嘘。5年前にちょっとまだお会いしたことなくて。あ、一回。瀬川玲奈と申します。さんまさん。すごい。本物の可能性が 0.00001 ぐらいですけど、ゼロではない。はい、ありがとうございます。では続きまして11位はパルパルさんです。10位は、レオーネさんです。9位はオジマさんです。8位はリオさんです。7位はエアビセさんです。6位はシフーさんです。ありがとうございます。5位はミミさんです。4位はリニアさんです。お、ありがとうございます。さっきポスター当たった方。え、おめでとう。一番。あ、白い服の人だ。え、今日誰だっけ。ペペちゃんが。うん。え、白の人ですよね。はい。え、脚力めっちゃいい、ね、はい。あ、はい。はい。謙虚なし。ないです。認めます。ない。はい、本当に脚力いい。では続きまして3位は、KK さんです。ありがとうございます。はい、2位はラーメンさんです。ありがとうございます。1位はシギタンです。海かの2日目夜公演も楽しんで頑張ってくださいね。ありがとうございます。そんなことできるの。何がですか。あのコメント、どういうこと。これ今コメントした言葉ってこと。ね、コメントじゃなくて、あの自己紹介のところ。あ、そんなのあるんだ。そう、すごい。そう、いつも最後のショールーム進化しすぎて分かわかんない。え、どれ、え、普段して。いや、本当にだって昨日配信したの今年初めてだと思う、多分。あ、そんなに配信してるんだ。今年2回目。もうアイドルやめてから配信ほんとしなくなっちゃったな。そうなんだ。うん、でもアイドル時代私毎日やってたよ。総選挙の時とか毎日やった。それでランクインできたんだから。毎日配信大事よ。ま、大事。はい、もうちょっと配信してよ、これからも。でもね、ファンクラブでは配信してんの。あ、そっかそっか。ショールームでしなくなっちゃっただけね。なるほどね。はい、というわけで我々も夜公演頑張りたいと思います。頑張ります。じゃあね、みんな。以上、まあでした。レナでした。バイバーイ。バイバーイ。あとでね。あとでね。え、これどうやって切るの。あ、ここか。あ、危ない。